あ、バターで炒めてほしいんだ。ここにバターあるから。洋食の朝ごはんです。久しぶりだよね、パン。久しぶりだね。ね、超熟買ってみました。いただきます。いただきます。バターパンパンに入ってる。パンがよいしょ。ネギ入りのね、卵焼きにする。卵3個。全部いく。先にネギ全部いった方がいいよ。ネギ全部。今後でよいしょ。うん、放置しすぎです。まあいいんじゃない。和食の朝ごはんです。卵焼きめっちゃ上手に焼けたね。うん、私言ってた上手に言ったり。めっちゃ上手に焼けたね。うん、このひじきの煮物はコンビニで買ったやつです。いただきます。いただきます。味噌汁ってネギ入るだけで。うん、うまい。今日は肉まんを作る。3ヶ月前ぐらいから言ってた。ね、肉まん作りたい。ふるさと納税で買った高知のお野菜が第2弾が来ました。行ってみましょう。今回はトマトだ。
マトをしております。小ぶりの大根。かわいい、かわいい、かわいい大根きた。綺麗な、なんかデッサンしたくなるような頭できた。なんか入試の時のモチーフみたいなやつだけ言っときた。最後、食べきりサイズのお料理です。地獄のお皿洗いをやっていくんですけど、 3COINS で新しくこれを買ったんですけど、今のところ超気に入ってる。うん、便利。これを IKEA のこの水切りマットの上に置いて、こんな感じで使って、終わったらまた畳んでしまっています。こんなんなる。これの超シワクチャエプロン、はい、懐かしい。シワクチャだね。最近あんまつけてなかった。いやだってこれ乾燥機にかけちゃってるからでしょ。そうだけど。やめちゃう。卵卵白だけ使うっぽい。あ、そうなの。うん、だからプリン作る卵黄はこっちで。足んない、足んないですか、器。あ、ギリギリいける、いけるんじゃない。いける、ね、いける。あ、もういい。かっかっかっか。卵白と牛乳を合わせて150、薄力粉180。さっきも、どうぞ。これが 4g のやつなんで、そのまま全部入れちゃいます。はい、生地3、4、5、6、これ、うん、8分でできるらしい。いや、めっちゃ早かったよね。うん、いろいろやってたらすぐ。はい、部品も取れちゃった。これを12等分します。なんでまずは半分の3等分でしょ。よいしょ。これモデルケースたち。モデルケース2つ。じゃあもうこれ丸めていいやつ。絶対でかい。で、揃えました。もっと全体に火に当たるように、熱いところに当たるように。なんか早いんじゃない、焦げが。いきなり来た、いきなり来た、いきなり来た。これ伸ばさなきゃいけない。飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ。気をつけて、これ、これ、ジュッてなるからね。いやー、怖い、怖いよ。早く入れなくちゃ。ここにもう入れるの。うん、そこに。そう、そのまま、そのまま、そのまま、そのもう一回こして入れようかな。でも本当8個のレシピなんだけどね。なんか意外と量少なかった、うん、けどあんま食べちゃダメだからね、一回に。ちょっと少なめで。やりました。これ何段目に入れるんだろう。約50度のお湯を入れます。これで18分。フードプロセッサーで作っちゃう。何、調味料、真ん中をちょっと厚みを持たせてって、うん、結構広げた方がいいだろうね。ちょっと足りなかった。上手、ね、これの上に膨らむのか、くっついちゃうか、ね、そうそうそう。4個 ?5 個が限界。ここいってみる。
ついてる気がするけど。美味しい。開いちゃってる。あ、でも膨らんでる。膨らんでるね。お、固まってる。いいね。すごい。おお、わあ。二段目すごい膨らんでる。やっぱちょっと足りないのかな、こっちは。完成しました。プリンは今余熱を取っています。わあ、美味しそうじゃん。それはあんまりでも言うほど。美味しい。美味しい。あ、小籠包みたいになってる。もう食べた。うま。うま。コンビニで食べるのと全然違うね。ね。数入ってなさそうだ。ね、なんかすごい綺麗にできてる。うん、いただきます。やめよ、やめよ。あ、すごい、カラメルちゃんと出てくる。うまっ。うまくね。ふっちゃん美味しいよ。お鼻が乾燥してる。ワセリン塗らないと。でもあげらんないの。可愛いって言われてるね。こんなに欲しがってない。ご飯も食べたでしょ、さっき。Thank you.